フェミニツアーとしては今回は第9戦を迎えます。1周回 7.2 キロのコースを合計9周、9周回総距離 64.8km でのレースです。この後14時33分からのスタートです。ではここで現在のツアーリーダーご紹介させていただきましょう。先週行われました東日本ロードクラシックでは見事独走勝利を決めまして、リーダージャージを獲得、ゼッケン608番ベルマーレレーシングチーム木下ゆりな選手。ツアーリーダー木下ゆりな選手が先頭でレースをスタートしていきます。獲得ポイントは575ポイント。そして2位の鈴木由香子選手は560ポイントということで、そのポイント差はわずか15ポイント。このレースの結果によっては1位の選手には250ポイント入りますので、ジャージの行方も非常に気になるところです。周回数は 7.2 キロのコースを合計9周、総距離 64.8 キロで行われます。レースのスタートはこの後14時33分からのスタート。レーススタート1分前レーススタート1分前です。ではここでスターターをご紹介いたしましょう。加東市産業振興部長の長田徹様、よろしくお願いいたします。では長田様の後方でこの後スタートになります J フェミニンツアー、まもなくのスタートです。30秒前、20秒前、10秒前、J フェミニツアー、さあいよいよスタートになりました。第58回日日本ロードクラシックデイ2、最終レースの一つフェミニン、スターター務めていただきました長田徹様、ありがとうございました。周回数は9周回で行われます。さあ会場内の方に、アナウンスをいたします。この後14時45分からは先ほど行われました J プロツアーの表彰式を行います。表彰対象は上位3選手。この後表彰式がサイクルフェスのイベントステージにて行われます。表彰対象の方、また関係者の方、応援されました皆さんもどうぞ表彰エリアまでお越しください。さあ現在ガチンコサイクル TV 映し出されているのは F フェミニンカテゴリーの映像です。さあ J ユースツアーの情報も入り次第どんどんお伝えしていこうと思います。さあフェミニンカテゴリーが通過している映像の今端に Y のメンバーが映っていましたね。
ちょうど選手たちが通っていった後にここでコース、まあ、残り5キロ地点を越えて間もなくバックストレートにこの後入ってくるというところに Y の選手たちはもう来ているというような形でしょうか。まあ、もう少しお時間かかるかもしれませんけれども交差していく様子が映し出されていました。フェミニンの選手たちは藤井電工サイクルランドの横を通過していきましたね。そこからぐるっと深いコーナーを描くカーブに差し掛かっていきます。さあフェミニンカテゴリー、まだこちらもリアルスタートは切られておりません。この前の先頭の元が札を持っているんですけれども今は赤になっています。それがグリーンになり次第リアルスタートです。そしてユースツアーは今バックストレートを通過していきます。ちょうど斜め一つのパックになって進んでいますのでこれは Y1 と Y2 の選手そのまま一つのままで通過していきます。大きな動きは今のところまだないようです。さあそしてフェミニンカテゴリーここももちろんまだリアルスタート切られていませんので木々の間をゆったりとしたペースで進んでいきます。まあ、その間にユースの話をさせていただくとすると現在ユースリーダーの大谷聖太選手アウトドアライフレーシング、この選手なんですけれども今年はすでに850ポイントを獲得しています。それが戦歴がすごいんですよ。開幕戦の鹿児島で行われました鹿屋肝付ロードレース優勝、2戦目の渋谷クリテリウム優勝、3月20日に行われましたキララ浜クリテリウム優勝、そして栃木県で行われた真岡羽賀ロードレースに4月7日に行われました大阪クリテリウム in 境浜で優勝、そして4月14日伊吹山ドライブウェイヒルクライムが行われましたがここでも優勝ということでほぼ1位出場すれば優勝、まあ、2位は真岡羽賀ロードだけ、まあ、1位か2位しか取っていないそんなトップレベルの選手ですよね。このユースの中で強さを誇っています。大谷聖太選手が現在トップ850ポイントを獲得しています。2位ともポイント差がありますのでまた今日の結果にもよりますけれどもその差を広げていくんじゃないかと思われます。去年は後半のレースからの参戦でした。 2023JBCF のレースとしては2レースの出走で9月の舞島クリテリウムこの時は DNF だったんですけれども10月15日に行われた州内クリテリウムで優勝ということで、まあ、去年もいい成績はしっかりと残してはいたんですけれども今季はもう開幕戦から本格的に参戦していてこの成績です。さあ現在リーダーとなっている大谷聖太選手は鮮やかなグリーンの弱虫ペダルプレゼンツ J ユースツアーリーダージャージを着用しています。代わってオレンジのリーダージャージを着用しているのが U15 リーダーの福地大和選手です。今季は3レースに出場しています。4月7日、まあ、この4月からデビューということで大阪クリテリウムは3位、4月14日の伊吹山ドライブウェイヒルクライム優勝、先週の東日本ロードクラシックデイ1で優勝、まあ、Y2 ですので U15、 15歳未満の選手ということになります。今回は出走が1名ということで U17 の選手とともにスタートとなりました。いやでも強いですよね福地大和選手。そして U15 リーダーも U17 リーダーもどちらもアウトドアライフレーシング所属、
なお J エリートツアーでもこれチームランキングトップがこのチームです。チームランキングを出す時にもですね、 J エリートツアーの選手の他にもフェミニンカテゴリーだったり、またユースカテゴリー、マスターズカテゴリーの上位選手2名のポイントも追加されますので、このユースの選手の力も加わっているかと思います。さあ、そしてフェミニンカテゴリーはリアルスタートが切られました。バックストレート現れたところ、すっと前に出てきたのが鈴木由香子ですか。ミブロのジャージに見えました。その隣には現在リーダージャージを着用している木下選手の姿もありましたけれども、今は3番手あたりにつけていますね。さらに今回は弱虫ペダルサイクリングチームの小林あかり選手の姿もあります。さあ、ここでユース金沢拓人選手ですね、706番ゼッケン J ユースツアーの Y1 の選手になります。金沢拓人選手がここでアタック。さあ、この1名にアタック703が追走に出ました。703ということはこれは Y2 の選手になります。福津選手が追走に入る。さあ、まずは706番が今コントロールラインを通過していきます。まずは Y1 の選手、その後ろには Y2 の福地大和が続く。そして集団です。金沢拓人選手と集団のタイムギャップは14秒。まだまだ落ち着いているような感じではありますけれども、行かせたらちょっと困るかな。さあ、先頭は金沢拓人です。その後ろに挟まっているのは福地大和。福地大和は Y2 カテゴリー1名での出走ということになりますので、 Y1 のメンバーにどれだけ食いついていけるか、また自分との戦いということになってきます。そして代わってフェミニンカテゴリーも若干1名が前に出ているようです。これは羽岡優衣でしょうかね。VC アバンツァーレのジャージにも見えますが、若干1名が前です。その後ろには小林あかりの姿でしょうか。集団が続いています。まだそこまで開いていないものの、若干先行しているという状況です。現在フェミニンカテゴリーは間もなくこのスタート地点から一番遠いヘアピンカーブのところに入ってきます。残り2キロ手前というところ通過していって、ここが一番スピードが上がるポイントということになります。いや、1名先行してますね。スピードに乗ってそのまま行きます。さあ、ですがここはまあ後ろのメンバーも様子を見ると言いますか、下りの勢いに乗っているような形です。さあ、変わってユースなんですが、 Y1 の先頭の金沢選手と、そして Y2 の先頭福地大和選手、まあ、福地選手が後ろから追っていた形なんですけれども、金沢選手にジョインして前方2名になっています。まあ、カテゴリーは違えど一緒にスタートしましたので、この2人でもしかしたら協調していくという可能性もあるのかな。さあ、どうでしょうか。金沢選手に福地選手が追いついて、前は2名。
先ほどは先頭の金沢選手と集団14秒のタイムギャップでした。さあそしてフェミニンカテゴリーも若干飛び出していた1名はもうすでに吸収、まあ、集団と一つになっています。前方にはリーダージャージの姿もありました。大きな動きはありません。さあフェミニンカテゴリーでいうと今回エントリー数的には15名のエントリーです。実際に出走したメンバーはこの後1周完了時に確認していこうと思いますが、名前を挙げていくと弱虫ペダルサイクリングチームの小林あかり選手、 VC アバンチャーレの羽岡由衣選手、チームゼロウのフロンティアの立岩舞選手、ユーロワークスレーシング辻之内麻里選手、ミルキーウェイ和歌山の伊藤明日美選手、ミブロの鈴木由香子選手、鳴島フレンド林由紀選手、ベルマーレレーシングチーム木下ゆりな選手、オルカサイクリングチーム川上由衣選手、また片瀬カンパーニョの藤井美希選手、バルバレーシングクラブ越前野添春奈選手、アウトドアライフレーシング西澤美優選手、チームデコジャ九州久喜野恵美選手、オープン参加で2名の参加です。チームタツの川口浦田選手と蛭田由紀子選手が今回エントリーとなっています。もうオープン参加で川口浦田選手、マウンテンバイクでも活躍している選手で、先日はベトナムでのレースにも参戦していました。ロードでも活躍する川口浦田選手も出走しているようです、まあ、エントリーしているようです。さあそしてその前方を引くのがこれ川口浦良選手ですね。ピンクのジャージを着用しています。1周完了2周目に入っていきました。そして代わってユースはバックストレート、金沢選手 Y1、 そして Y2 の福地選手が2名で進んでいきます。いやー力強いですね福地選手。オレンジの U15 のリーダージャージを着用しています。そしてその後ろに集団ということになります。この集団のメンバーは全員 Y1U17 の選手です。小林あかり選手です。今のコンディションお願いします。今のコンディションはそうですね、昨日 E2 走って、まあ、疲労がないって言ったら嘘にはなるんですけど、まあみんなあの選手は何かしら、まあ、疲れてはいると思うので、まあはい、コンディションはいいと思います。でまあ、男子のレース今終わったところでかなり、はい、あの気温による消耗も激しいレースなんですけど、そういう対策もできてますか？はい、あの今背中に氷入れてるんですけど、まあ、体をできるだけヒートアップさせないようにして、はい、レースに挑みたいと思ってます。で今日のレースで注目してる選手とかいれば？注目してる選手、まあ、やっぱり、まず、まあ今リーダージャージの木下選手と、あとはやっぱり川口選手、まあ、その2人かなっていうふうに思ってます。わかりました。その中でも熱い走り期待してます。ありがとうございます。小林あかり選手。さあ3月に行われました宇都宮でのクリテリウム、皆さん覚えてますか？宇都宮クリテリウムの際に私 MC 担当させていただいてたんですけれども、もう弱虫ペダルサイクリングチームの小林あかり選手がタイムトライアルなんじゃないかというほどの独走劇を見せました。いやかなり力のある選手ですよね。もちろんそうだと思うんですけれども、どうでしょうか今回は。そうそう、今回参戦しているチームたちの川口浦良選手、そして先ほど2周目に入っていった時に3番手につけていましたベルマーレレーシングチームの木下ゆりな選手も力があります。また鈴木由香子選手、さらにはVC アバンチャレの羽岡由衣選手も、あの去年の南魚沼でしょうかね、表彰台に上がっていました。
昨年も、まあ、フェミニンリーダーのジャージを着用していたこともあります。そんな選手も今回参戦。そしてガチンコサイクル TV で言いますと、先日柏木翔子選手、まあ、以前元ですね、柏木翔子さんが監督としてベトナムで行われる10日間のステージレースビワスカップに女子選手を率いて参戦しておりました。その特集などもさせていただいたんですけれども、その時にチームメイトとなっていたのがチームタツノの川口ゆらら選手、さらにベルマーレレーシングチームの木下ゆりな選手。そのレースの時にはチームメイトとして戦っていました。なかなか女子選手人数的にも集団走行というのがレース中もできないんですね。レース以外のところでいうと、公道で走る際にはこの国内2列では走れません。並走で公道を走ることはできませんので、皆さん1列ずつ走るため、まあ、横に選手がいる、また密集しているということがないんです。まあ、そんな経験もしてもらいたいと、集団走行の経験などもしてもらいたい、チームとしての、意識っていうんですかね、どうしても個々でのレースを国内でしていますので、それぞれのチーム感というかアシストエースの役割とかを、ね、感じていただきながらレースをしてほしいということでビワセカップ参戦しておりました。まあ、そんなチームメイトも今回参戦しています。代わって J ユースツアー、こちらは2名が前に出ていましたね。カテゴリーは違うものの、金沢選手とそして福地選手が前に出ていましたが、この2人はもうすでにキャッチアップされています。集団は一つになっているという弱虫ペダルプレゼンツ J ユースツアー、次の動きがどうなるかというところです。さあ残り 500m 地点、1名がアタック、3秒ほど前に若干出ているということです。703ということですので、これは Y2 の選手になります。福地選手が前に出ている。もうこれ福地選手が前に出るともう本当に一人で戦っていくか。さあそしてフェミニンカテゴリーは川口うららがアタックです。川口うららがアタック、バックストレートを通過していきます。そこに小林あかりがチェックに入ります。小林あかりがその川口うららを追っていく。積極的な走りを見せています。川口うららも今季全日本タイトルを目指して頑張っている。今回はその挑戦にもなるかもしれません。そしてホームストレートに現れたのは福地選手です。 Y2U15 の選手が先にコントロールラインを通過していきます。まあといっても Y2 の方が周回的にも6周回で行われますからね、短期でのレースということになります。そしてその後方にいるのが Y1 のメンバーです。一つの集団になっているんですが、リンクビジョンジラソーレサイクリングの高橋優希選手が遅れたか、オープン参加も含めた5名が前でした。大谷聖太、上村歩夢、川家リーフ、三上翔吾、金沢拓と、この一つのパックになっています Y1 です。まあ、前に福地大和がいるんですけれども、カテゴリーが別ということでここは集団のメンバーは気にしてはいません。そして Y1 少し遅れた高橋優希が通過、先頭とは27秒のタイムギャップです。集団とタイムギャップが27秒。そしてフェミニンカテゴリーアタックをしました川口うらら、後ろもしっかり来てますね。さあでも少し割れているか、4名の選手が見えます。
木下ゆりな、そして鈴木ゆか子、さらに川口うらら、林ゆきでしょうか、鳴島のジャージか、前に4名の姿が見えている。そしてその後ろに1名追走に入ってますね。さらに集団という構成。さあ現在コース上では3カテゴリーのレースが行われています。ガチンコサイクル TV でも映像をお届けしているのがフェミニンカテゴリー、そして J ユースツアーの Y1 と Y2 のレースが行われているという状況です。フェミニンカテゴリー前方これ3名になりましたね。1名遅れて3名です。さあ3名が下りに入って、まもなく残り1キロ、この後アンダーパスをくぐっていきます。足並み揃ってますよ。これまだ川口選手と木下選手はチーム感があるんですかね。まあ、長い日数共にした仲間ではあります。しかもつい最近。さあ前方は3名、後ろとぐんぐん差を広げています。後ろかなり米粒サイズに見えてきました。変わって映像がこれは Y ですかね。あ、いやこれは女子の後方ですね。小林あかり選手の姿が見えました。さあ先行している3名、残り1キロ区間に入ってきます。上りです。フェミニンカテゴリーは上り区間残り1キロ。さあ3名が一つになっています。614番の川口うらら、このピンクのジャージ、そしてフェミニンリーダージャージが木下ゆきなです。木下ゆりながリーダージャージを着用。さらにその後ろ、このブルーのジャージ606番ゼッケンの鈴木ゆか子、この3名が先行しています。さあ後方のプロトンとはフェミニンカテゴリー15秒開いているようです。あ、後方見えてきました。後方見えてきましたね。3名が先行、その後ろ、あ、2名の追走ですか。プロトンから若干前に出ているメンバーいました。そしてこの後方には小林あかりの姿があります。小林あかりはもちろん力があるんですけれども、今ちょっと逆に足をためているというような状況でしょうかね。様子を伺っているのか。残り500地点をプロトンの後半が通過していきました。フェミニンカテゴリーです。まもなく先頭3名はホームストレートに入ってきます。さあここで通過していくフェミニンカテゴリーの3名、先ほどは14秒ほどのタイムギャップがありました。それと同時にバックストレート現れたのが福地大和。 Y2 カテゴリー U15 の選手がバックストレートを通過していきます。もうタイムトライアル状態、自分との戦いです。どれだけいけるか、 U17 の選手にどれだけ差をつけられるかというところでしょうか。さあでも U17 の選手も後ろ来てますね。5名のパックですぐに後ろ来ています。そしてフェミニンカテゴリー先頭の3名から29秒のタイムギャップでチームゼロウノフロンティアの立岩舞が通過しました。その後ろ4人のパックになっています。41秒のタイムギャップ、
伊藤あすみ、林幸、野添春菜、藤井美希、ここまでオープンも入れての8名が3周目に入っています。そこに VC アバンチャーレ602番ゼッケンの羽岡優衣が通過、1分4秒のタイムギャップ。さあ先頭3名はそのまま行きますよ。ちょうど上空からの映像もありますけれども、藤井電工サイクルランド横を通過。いや、サイクルランド結構にぎわってますよね。ちょっと楽しそう、いろんな自転車とか乗れるようです。さあ今コントロールライン通過していったのが1分32秒のタイムギャップ、辻の内麻里です。辻の内麻里が通過。さらに613番ゼッケン空気のエミチームデコジャ九州、先頭とは1分53秒のタイムギャップです。今回はニュートラルサポート島野さんが入ってくれています。この島野カーの後に続いて今コントロールラインを通過したのが川上優衣オルカサイクリングチーム。さあそして続いての選手見えてきましたね。これは小林選手レースを降りましたか。小林あかりの姿がありません。アウトドアライフレーシングチームの川上優衣が今12番手で通過。あ、ごめんなさい、西澤美優ですね。アウトドアライフレーシングの西澤美優が13番手になります。オープン参加も入れた13番手で今通過していきました。タイムギャップ3分3秒。さあこのまま行くと先頭の3名は後ろとタイムギャップもう30秒ほど空いていますので、この30秒1人で後ろ詰めるのは厳しいですからね。その後ろにいる4名のパックと1つになって詰めていくならまだしもというところ。ああ、ここで弱虫ペダルサイクリングチームの小林あかりは DNF ですね。レースを降りています。さあということは、まあ、先頭木下ゆりな、川口うらら、鈴木ゆか子、これ結構いいメンバー揃ってますよ。早くからこの3名絞られそうです。そのまま進んでいきます。このコースの前半部分、緑の豊かなところを進んでいく。なんか上空から見るとやっぱりこう木々って緑って言ってもいろんな色があるんだなっていうのが感じられますよね。淡い鮮やかなグリーンだったり濃いグリーンだったり、まあそれがこういろんな色が集まって深みを増しているというような新緑さをより表しているような、そんな季節になっています。今年は、まあ、ゴールデンウィークが昨日から始まったんですか。10連休という方もいるんですよね。あのぜひ10連休皆さん楽しんでください。中でね、あのお仕事ある方もいますけれども、もういいお天気の中楽しんでいただきたいと思います。その中にこの播磨中央公園でのサイクリングコース使っていただいて楽しむというのもいいんじゃないでしょうか。バックストレート3名の選手登場です。川口うらら、木下ゆりな、そして鈴木ゆか子という順番。これは固い3人ですよ。
力のある3名が前に集まりました。さあその後方が5名になっているようですね。まだ来ていません。まだバックストレート後方のメンバーは見えてきていません。フェミニンカテゴリーです。603番が立岩前、1名この3名の後ろにいたんですけれども、集団と一緒になったということで追走は今出ていません。3名の後ろ集団が続いています。さあそしてここでコントロールラインを通過していったのが Y1、Y2 のメンバー、一つのままです。飛び出しはありません。いやでも金沢拓人が遅れましたね。1名少なくなっていました。大谷聖太、三上翔吾、川家リーフ、上村歩夢という Y1 のメンバー、そして Y2 は福地大和、合わせた5名が今通過していきまして、今日のファーストアタックしていきました。金沢拓人の姿がなかった。さあ一つのまま今通過していきましたけれども、ちょっとペース上がっていました。 Y1 メンバーです。金沢拓人、そうですか、今季は大阪クリテリウムの参戦となっていまして、4位に入っていたんですけれども、あーちょっとこれはレース降りてるかな、あー復帰するかな、どうでしょう。さあ金沢選手レースを降ります。 Y1 先頭は4名、 Y1 の先頭は4名、そして Y2 の福地大和というメンバーで現在レースが進んでいます。代わってフェミニンカテゴリー、今先頭の川口うらら、木下ゆりな、さらに鈴木ゆか子、この3名なんですけれども、今リーダージャージを着用しているのが木下ゆりななんですが、もし今日鈴木ゆか子が勝てばリーダージャージが鈴木ゆか子に移ります。木下ゆりながそのまま今日勝てばリーダージャージをそのまま守るということになるようです。川口うらら選手は今回オープン参加ですので、この着順には表彰の時には関わってきません。もしこの3人で逃げ続けた場合、表彰対象ポイントの対象となるのは木下ゆりな、鈴木ゆか子、この2名ということになります。さあそしてこの3名の後ろにいるのが1457のメンバー、違いますね。あ、木下ゆりなと鈴木ゆか子が今15ポイント差。今日はレーティングが F は B ですので、1位が250ポイント、2位は200ポイントということで、50ポイント差がここでつくことになります。今15ポイント差だとこれはジャージ入れ替わる可能性もありますね。さあどうでしょうか。さあ Y1 そして Y2 の構成も変わっていませんね。今のところ動きはありませんよ。アウトドアライフレーシングの大谷聖太、コラッチョ川西、 U19 の三上翔吾、ボンシャンス ACA の川家リーフ、リンクビジョンジラソーレサイクリングの上村歩夢、この4名。なおボンシャンス ACA の川家リーフは今回オープン参加となっています。
そして福地大和アウトドアライフレーシング1名 Y2 の選手も混ざっての5名です現在。さあこの前にいる Y1 の三上翔吾でいうと現在ユースランキング7位、110ポイントです。3月23日の真岡羽賀ロードレース7位、4月7日の大阪クリテリウム6位入賞しています。さあ今日はどうでしょうか。でもポイント取るには今日大チャンスですよ。でユースツアーも今回はレーティングが B、 優勝した選手には250ポイントが与えられます。まあでもトップの選手がねポイント差結構離れていますので、今日で J ユースツアーのジャージが変わるということはないんですけれども、一つ一つの積み重ねです。ポイント積み上げていただきたいですね。さあそして先頭の3名がコントロールラインを間もなく通過していくのがフェミニンカテゴリー。変わらないメンバー、鈴木優香子、木下ゆりな、そして川口うららの3名。3週完了、4週目に入っていきました。そしてバックストレート、いやかなりペースが落ち着いてます。このまま行くのかな、もう少しはというところ、もう少しなんか積極的な動きが見れるとなんかありがたいですけれども、面白くなってきますがどうでしょう。まあでもこっち見てる方がね面白いって言ってもダメですよね、やってるのはレース、まあ選手たちなので、いろんな作戦が選手の中でもあるんだと思います。 Y1 の選手については10周回で行われますが、現在4周目、6周完了時にスプリント賞です。そして Y2 の選手、福地大和選手については、今回6周回です。今3周完了、4周回目、なので半分まで来ました福地選手。さあそしてフェミニンカテゴリー後方の選手が映し出されていますが、ばらけてますね。野添春奈選手の姿もあります。少し苦しくなっているか。先ほど私もフィードゾーンのところに足を運んでみたんですけれども、結構残り1キロを超えたところからぐっと上るんですよ。車で試走した時にはそこまで感じなかったんですけれども、かなりこれバイクだと足に来る、削られる場所になると思います。さあ先頭の3名を追っている2名チームゼロウノフロンティア、立岩舞と鳴島フレンドの林由紀、この2名は先頭から1分49秒、その後ろ1分57秒で3名の選手、バルバレーシングクラブ越前の野添春奈、ミルキーウェイ和歌山の伊藤明日美、そして片瀬コンパーニョの藤井美希選手が続いています。先頭からはもう2分弱ぐらいですね、少しタイム差がついてきました。現在は4周目です。フェミニンは9周回で行われますよ。現在4周目で先頭3名と1分49秒の差、追いついていきたいですね、できるだけ。足を回してどれだけ近づいていけるか。さあそして羽岡結衣が通過していきます。3分2秒のタイムギャップ、3分2秒のタイムギャップで4周目。さあ先頭の3名はコース上うまく回しながら進んでいます。まあこの3名でまず行ってどこで仕掛けてくるのかというところ、スプリント力というところだと川口うららかなり力があります。
オープン参加ですので着順に絡まないとなると鈴木由加子、木下ゆりな、どっちだ。でもフィニッシュの前に上りがあるんですよね。ヒルクライム得意といえば木下ゆりな、残り1キロ過ぎたところで上げてくるんでしょうか。さあ先頭からフェミニンカテゴリー4分5秒が経過。ここで辻の内マリが通過していきます。いや上空からの映像を見てると本当にコーナーが多いコースだっていうのは分かっていただけるんじゃないでしょうか。そこにこれから突入していくというのがフェミニンカテゴリー、久喜野恵美、チームデコジャ九州、トップからは4分34秒です。10番手で通過。さあまだまだ踏んでいきます。先頭から4分52川上結衣が通過していきました。さあユースの行方も気になるところですけれども、すみません、大谷聖太、三上翔吾、川池リーフ、上村歩夢、この4名から1名が飛び出しフィードゾーン手前、703番ですので、これ Y2 ですよ。福地大和が動きます。まあ、逆にこれは何でもやり放題、一人でどれだけいけるかっていうところですよね。 Y2 の選手ですので、しっかりと完走すれば福地大和選手優勝は間違いありませんので、せっかくこの U17 の選手たちと共に走る場所でどれだけ自分の腕が試されるか、どんどんアタック力を見せていきます。さあそしてバックストレートは3名フェミニンカテゴリーが通過。大きな動きはありません。安定しています。さあそしてフィードゾーン手前で福地大和がアタックということですので、まもなく選手たちホームストレートに出てきます。 J ユースツアーメンバー福地大和の姿が見えてきました。このオレンジ色のジャージ、次は追いつかれないぞ。 U17 の選手たち見てろ、そんな感じでしょうか。あ、そしてその後ろ3名が追っていきます。人数減りました。上村歩夢がこれはドロップ。大谷聖太、三上翔吾、川家リーフのメンバー、この3名が福地大和の後ろに続いていくような形です。上村歩夢選手は今フィードゾーンあたりを通過しているということで、あーちょっと遅れましたね。ペース的には先ほどとは大きく変わってないんですけれども、やっぱり足がちょっと持たなくなってきたか。先頭は J ユースツアー大谷聖太、三上翔吾、川家リーフの3名。そしてフェミニンカテゴリー川口うららを先頭に下り区間に入っています。いやフォームも綺麗ですね。さあこれね、701番受験が通過していきます。上村歩美、
上村歩夢が先頭とは1分58秒のタイムギャップ。さあフェミニンカテゴリーは下り区間残り2キロ方面今差し掛かっていきました。先頭3名もうここは動きようがないですよね今のところね。早めに仕掛けていくのかというところですけれどもどうでしょうか。さあ今は木下ゆりながかなり低い姿勢で進んできます。その後ろに川口うららですね。さあ今年レース、まあ、国内だけじゃなくその海外にも参加してきたというメンバーですけれども川口うららまあマウンテンバイクでもかなり活躍している選手です。もう知ってる方はおなじみだとは思いますけれどもアジア選手権ジュニアクラス2017年2018年勝っていたりですとか日本選手権も U23 で2020年21年さらにこれもクロスカントリーエリミネーターで勝っていたりとかロードも2021年 U23 で勝っています。いや本当に力のある選手です。マウンテンバイクといえばやっぱりそれぞれ個々の力が大事になってきます。特にスタートダッシュのあのホールショットを誰が取るのかっていうところが肝になってきますよね。まずはそこを取ってそのまま守り続ける独走力しっかりと持っている選手です。そこに先日の琵琶湖カップでこのロードレースっていうところも身につけてきたんじゃないでしょうかね。そんな川口うららそして共に戦った木下ゆりなが前お互いにそれぞれ優勝もしてきました。チームとしてもこの琵琶湖カップに参加してきた、まあ、日本勢の中で過去一勝利数ですよね。過去一の勝利数誇っていました。さあそんな2人が前方で鈴木ゆか子をふるいにかけていき先行していきます。いやー1名遅れた。この上りでついていけないミブロの鈴木ゆか子前は2名になっています。フェミニンカテゴリーピンクのジャージが2人続いている。沖縄で合宿も一緒にしてそしてベトナムで戦って今回は敵同士西日本ロードクラシック参戦しています。4周完了5周目木下ゆりなと川口うららミブロの鈴木ゆか子はここタイムギャップがどうだ17秒のタイムギャップ17秒のタイムギャップです。 J ユースツアーは今バックストレート通過していきました。4名1パック変わりはありません。 Y1 の大谷聖太三上翔吾川家リーフさらに Y2 の福地大和この4名が1つのパックになってバックストレート通過していきます。一応ここはですねカテゴリーが違う福地大和が含まれているということで今周回的には4周回完了5周目に福地大和入っているんですが今日は6周でフィニッシュとなります。今一緒に走っているメンバーの Y1 は10周回ですのでそれよりも先にフィニッシュを遂げるというのがこの福地大和です。さらに Y1 については中間スプリントも設けられています。6周完了時になりますので次が5周完了時でしょ次コントロールラインを通過するときにきっと鐘が鳴って
次周回スプリントショーだよという知らせがあり、誰が取っていくかというところ、そして F も中間スプリント賞ありましたね。3週間行事設けられていた、この中間スプリント賞を取っていったのがミブルの鈴木由加子、しっかりとここは取っていった、表彰対象になっていくということになります。完走すればしっかりとこの中間スプリント賞獲得です。後方遅れている選手の姿もありますね。さあ前のメンバーを追っている、これは後方2名の追走があったんですけれども、1名になってますね。立岩舞603番ゼッケンが前の2名、そして鈴木由加子を追うような形になりました。さあ2分50秒のタイムギャップです。2分50秒のタイムギャップ。そして鳴島フレンドの林由紀すぐに通過していきます。先頭とは3分のタイムギャップ、先頭とは3分のタイムギャップです。さあ現在 J フェミニンツアーのランキングトップが木下ゆりなで575ポイント2位には鈴木由加子560ポイント。そして3位に含まれているのが中村陽子465ポイント。かなり、まあ、トップ2が僅差となっています。まあそこにどれだけ食い込めるかというところで、他の選手もポイントを取りに行く。先頭から3分32秒のタイムギャップで3名の選手が通過していきました。伊藤明日美、野添春菜、藤井美希のメンバー。現在、まあ、2人の先頭の後ろにつけています鈴木由加子選手、まあ、今季伊吹山ドライブウェイヒルクライムで2位、そして渋谷クリテリウム、まあ、開幕戦ですね、鹿屋肝付ロードレース3位、渋谷クリテリウム3位ということで、まあ、この3位のトップ3に入ったのはこの3レースなんですが、栃木県で行われました真岡芳賀ロードレース4位、宇都宮清原クリテリウム4位、そして東日本ロードクラシック先週5位という結果となっています。さあしっかりとポイント積み上げている鈴木由加子、前の2人に食らいついていけるか、若干遅れている17秒、少しでも詰めていきたいところ。さあ先頭2名はこのあと残り5キロ看板を過ぎていく大きな円を描くようなコーナーに入ってきました。その間に羽岡優衣が今通過していきます。4週完了、5周目に入りました。先頭とは5分14秒、わあこれはこれ以上開きたくないタイム差になってきました。さあそしてバックストレートに現れたのが木下選手、川口選手の2人です。これはちょっとペース落ち着いてますかね。まあ淡々と一定のペースで踏んでいきます。ラップタイム的には1周目がローリングスタートということもありましたので、パレード区間も入れて14分30秒、2周目が11分54秒、ちょっと早かったです。3周目には12分02秒、4周完了時には12分09秒、そうですね、12分台でペースが落ち着いてきたというような形になります。そしてこの前の2人に続いている鈴木由加子の姿がバックストレートに現れました。
タイム差17秒からもう少し開いたかなというところ、一人でどれだけ追いついていけるか。さあそして福地大和がホームストレート、次の周回に入っていきます。5周完了、6周目、これがラストラップになります。福地大和、そして Y1 の選手は10周回です。次の周回がスプリント賞、次の周回完了時がスプリント賞、大谷聖太、川家リーフ、そして三上翔吾が若干遅れてきました。前の2人と2秒のタイムギャップです。いやでも U15 の選手、福地大和やりますね。そしてフェミニンカテゴリー10番手で今5周目に入っていったのが川上優衣選手、オルカサイクリングチームです。さあ福地大和、一人でどこまで行けるか、自分との戦いに入っていきます。ラストラップに入っていきました。これ木下ゆりな選手と川口うらら選手、フェミニンカテゴリー先頭の2名ですけれど、喋ったりしてるのかな。なんか映像を見る限りはそんな様子は伺えないんですけれども、あ、でもちょっと今会話してそうかな、どうでしょうか。先ほど J プラツアーのレースコースサイドで見ていたら結構選手たち喋ってますよね。なかなかこのコントロールライン付近では見られないような姿が、特に上り区間ですとかちょっとゆったりしたコース幅の広いところなどで会話している様子も見受けられました。この女子の2名もどんな会話をしているのか。でも木下選手がずっと前の感じでしょうかね。あ、いやいや、ここで私の声が聞こえたのか、川口うらら選手が前に出てきました。ちゃんと回りながら進んでいます。川口選手背も結構高いですよね。さあそこに続いているのが木下ゆるな。このまま行けば J フェミニンリーダーのリーダージャージは守っていけるということになります。さあ下り区間、もう間もなく終えるというフェミニンカテゴリーです。アンダーパスに入っていきます。さあかなり西日が強くなってきましたね。温度的には先ほどよりちょっと涼しくなってないかな。あの上からの太陽の光がすごい暑かったので、風も少しそよそよ吹いておりますし、さっきよりはいいかなとは思うんですけれども、水分補給しっかりしながら皆さんお付き合いください。会場の皆さんもちゃんとね水分取ってくださいね。さあ選手たちもこの後その水分を取るフィードゾーン横のところを通過していきます。ライフレーシングの西澤美優選手がここで通過していきましたけれども、タイムギャップ10分41秒。さあ前の2名を追うフェミニンカテゴリー、鈴木由加子は間もなくアンダーパスを通過していきます。先頭の2人は間もなくホームストレート。今ガチンコサイクル TV でも配信行われていますけれども、選手たちの姿ね、こうやって見られると覚えていきますよね。あ、これがミブロのジャージなんだとか、
次も応援しようかな、パッと見たときに判別できるようになってくるんじゃないでしょうか。そして川口うらら上り区間、おっとこれは木下ゆりなはどこにいる、その前にいました、木下ゆりなが先行しています。まずはここで6周目に入っていった木下ゆりな、かなりこれ調子上げてますよ。そして川口うららたのタイムギャップがどうだ、18秒のタイムギャップ、もう前の2人もばらけました。木下ゆりなが先行独走していきます。それに続いて川口うらら、さらにその後ろに三風呂の鈴木由香子、上り区間でこれは動きが出てきました。そしてバックストレート、ラストラップに入っている福地大和の姿があります。現在6周目、6周回で行われている Y2 のレース、今回出走は1名なんですけれども、そのまま逃げる。そして Y1 の2人もちょっとこれはばらけているぞ。ボンシャンス ACA の川家リーフが前、その後ろにアウトドアライフレーシングの大谷聖太でしょうか。それぞれバラバラになっている。フェミニンとそして J ユースツアーです。それぞれタイム差がついてきました。いやーでもいつの間にか木下選手前行ってましたね。まあ、YouTube で言うと鈴なり妖怪鈴でおなじみのあたおかロングライダースですよね。そこに続いて川口うららが18秒のタイムギャップ、そして木下ゆりなから鈴木由香子までは2分1秒のタイムギャップです。また開いてきましたね。このまま行くのか。5周完了、6周目に入っています。フェミニンは9周回でのレースです。そうそう、このガチンコサイクル TV で言うと木下選手もさまざまなこう動画に出演しております。この前はリオモの会社に行ってきたというねレポートなどもありましたよね。まあ、ペダリングのこうなんていうんですか、性能を上げるような機械っていうんですか、ペダリングのテストを受けてました。あれすごいですよね。さあ先頭そのまま進んでいきます。さあこの JBCF 公式 YouTube チャンネルガチンコサイクル TV、 選手やチームの紹介だったり、またロードレースの実況中継など自転車競技の魅力をたっぷり紹介するレース部、またバラエティ要素を取り入れながらファンライダーを応援するガチネコ部、自転車のさまざまなニュースをお届けするチャリタイムズなど、いろいろなコンテンツでスポーツバイクの魅力をたっぷり紹介しております。まだチャンネル登録していない方、今チャンネル登録してください。番組のこの更新情報だったりキャンペーン情報はガチンコサイクル TV の X をフォローするか、メルガマにもメルマガにも登録してください。それぞれのアカウント概要欄にリンクがありますのでチェックをお願いします。そうガチンコサイクル TV、 どうぞアルファベットで検索してみてくださいね。
それぞれの、まあ、J プロツアーの各チームの監督のインタビュー動画なども上がっていますし、その他にも強豪最強ヒルクライマーたちとカフェライドをしていたのがこの木下ゆりな選手、現在先頭を走っている選手です。いろいろと登場してきますので、ガチンコサイクル TV をご覧の皆さんももうおなじみだと思います。さあ先頭は残り5キロ区間へとこの後入っていく、向かっていくところです。ちょうど他の選手と交差する部分。さあバックストレート現れました。そして女子の選手ホームストレートに入っていく選手もいますけれども、バックストレートは先頭木下ゆりなが進みます。どこまで行けるか。川口うららの姿は後ろにありません。そしてやっと見えてくるか。それと同時にそろそろ Y2 のフィニッシュも向かってきます。オレンジ色のジャージ、アウトドアライフレーシングの福地大和の姿もそろそろホームストレート見えてくるか。さらに Y1 はここスプリント賞がかかっています。表彰式誰がステージ上がってくるんでしょうか。そしてバックストレート川口うららが通過していきます。タイム差これ開きましたね。45秒ほど開いているか。結構これは差が開いた。木下ゆりな独走状態。さあそして残り200のところにユースの選手が入ってきました。さあ福地大和の姿、今回は Y1 と一緒にスタートしました U15 の選手、しっかりと走り抜きました。フィニッシュです。さあそして Y1 の今トップが川家リーフ選手が通過。スプリント賞というところではオープン参加ではあります、オープン参加になりますので次の選手が対象ということになりますよね。川家リーフが先行しています。その後ろ大谷聖太の姿がない。いやーそれにしても福地大和選手華麗な走りを見せてくれました。 U15 の選手ですよ。これだけ力強い走り見せてくれたのは本当に素晴らしいですね。さあそして Y1 川家リーフの後ろに続いて48秒のタイムギャップで大谷聖太、アウトドアライフレーシングの大谷聖太が今7周目に入っていきました。さあ現在フェミニンカテゴリーチェイサーの姿が映し出されていましたが、木下ゆりなに切り替わりました。残り2キロに入っていきます。ここがトップです。下り区間入っていきます。もう45秒ほどのタイムギャップが川口ゆららとの差にありました。そして三上翔吾がここで7周目に入っていきます。 Y1 です。10周回で行われます。今7周目に入っていったところ、まあ、オープン参加も含めると3番手なんですけれども、登録選手でいうと2番手で今通過していきました。
さあ現在フェミニンカテゴリー先頭木下ゆりながアンダーパス、この後上りに入っていきます。ぜひ木下選手と会った時には挨拶はおはよう会でお願いします。まだまだ元気がありそうですね。木下ゆりながそのまま行く、かなりポテンシャル高いですよね。ヒルクライムレースもう何度も勝利していて、ロードレースは木下選手このヒルクライムから始まりました。まあ、ロードレースというかヒルクライムレースですね。そして、まあ、トライアスロンも挑戦しようかなとかいろんな目標があったんですけれども、ロードレース力を入れていきたいということで、去年の9月南魚沼で行われましたロードレースです。この女子チャンピオンシップで初参加で勝利していったという木下ゆりな選手、すごいですよね。あの南魚沼のコースをあの力強さで走っていったのはものすごく力がある選手というのを証明したと思います。その力強い走りを今季も見せてくれています。さあまもなくホームストレート、さあかなり姿勢を低くして下ってきます。会場は太陽が隠れて一気に涼しくなってきました。もう暑さは感じません。そんな中先頭でまだ表情は余裕の表情を見せています。木下ゆりなが通過。6周完了、7周目に入っていきます。川口春奈とのタイムギャップはこの後どうだ。バックストレートのところでは45秒ほどありましたけれども、これが開いているか。さあまだ残り400あたりのところ、川口うららの姿です。さあ今年6月に行われます全日本選手権に向けてもこの女子の戦いも楽しみなところ。まあ場所が日本サイクルスポーツセンターで行われる、日本 CFC で行われるということで結構アップダウンの多いところです。さあそしてバックストレートは Y1 オープン参加、かけリーフがいいペースで踏んでいきました。こちらもストップ独走状態、オープン参加での参戦です。そしてこちらもオープン参加となっている川口うららがホームストレート。さあトップとのタイムギャップは1分24秒に開きました。さあその後ろの鈴木由香子がどれぐらいできているか。いやそのまま行きますね。もうバラバラになっていますので、このガチンコサイクル TV の映像は今木下ゆりなの上空映像ということになります。そしてその後ろにシマノのニュートラルカーがついている状況です。このシマノカラーも映えますね、この緑の中で鮮やかなブルー。さ
さあ木下ゆりなが踏んでいく。そして上りを登っているのがミーブロです。鈴木ゆか子ちょっときついか。淡々と踏んでいきます。もう自分のペース、自分のペース、いいんです、いいんです。さあでもこのままいけばですね、表彰台もあります。あー今氷背中に見れましたね。先ほどよりは涼しくなったといっても選手は常に動き続けています。体は熱くなっている。そこで背中に氷を入れました。こう選手が氷をね背中に入れるときにストッキングに氷を入れてそして背中に入れるっていうのも多く聞かれるんですけれど、先ほど J プロツアーの時に選手たちの背中を見た時にはまた違ったね、白い台所で使いそうなネットみたいな、そこに氷を入れているチームもありましたね。さあ体を冷やしながら次の周回へと入っていきます。7周回に入っていきました。先頭とは4分3秒、鈴木ゆか子先頭とは4分3秒で7周目に入っていきます。さあそしてこの鈴木ゆか子をホームストレートに現れた時にバックストレートを駆け抜けていったのが大谷聖太選手でしたね。アウトドアライフレーシングバックストレートを通過していきました。そしてフェミニンカテゴリーその後ろにも選手たち続いていきます。チームゼロウノフロンティア、立岩舞、バルバレーシングクラブ越前の野添春奈、ミルキーウェイ和歌山の伊藤明日美、そして片瀬コンパーニョの藤井美希。さあこのメンバーも上りに入ってきます。さあまだまだ女子の選手もですね JBCF のこのレースに参戦するのがそこまで多くない選手もいるということで、伊藤明日美選手、ミルキーウェイ和歌山も今季は2戦目ということでした。木下ゆりな今年もたくさん参戦してくれていますけれども、ポイント積み重ねて現在トップ、そのトップを走りを見せています。あって言っても今季4戦目ですか。もっと出てるようなイメージでしたけれども、それはガチンコサイクル TV を見てるからですからね。開幕戦が鹿屋肝付ロードレース1位志布志クリテリウム、2位東日本ロードクラシックデイ2で優勝。一時はこのリーダージャージを他の選手に譲った場面もありましたけれども、東日本ロードクラシックデイ2で取り返しました。フェミニンリーダーになるかどうでしょうか。あそうそう、そしてその南魚沼のレースで去年ね JBCF デビューしたのがこの木下選手でした。もうそこからはロードレースたくさん出てくれていますね。活躍しています、さまざまな場で。そしてユーチューバーとしてもおなじみですので、いろんな方も見ているかもしれません。さあ後半のコースに入ってきました木下選手です。先頭の木下ゆりな、川口うらら、鈴木ゆか子、このメンバーを追う3名と、そして Y1 の先頭が一緒になってコントロールラインを通過していきました。バルバレーシングクラブ越前の野添春奈、ミルキーウェイ和歌山伊藤明日美、そして片瀬コンパーニョ藤井美希、この3名が先頭と7分19秒のタイムギャップ。そして Y1 のボンシャンス ACA オープン参加の
川家リーフが今8周目に入っています。まあ、それぞれ周回数はバラバラです。川家リーフは10周回、フェミニンは9周回で行われます。そして川口うららも先頭の木下ゆりなと1分24秒のタイムギャップなんですけれども、それを追っています。もうすでに後半に入ってきた川口うらら、ちょうど今川口うららが通っていきました橋あたりっていうんでしょうかね、ちょうどフィードゾーンの手前あたりのところ、観戦するにはおすすめのスポットです。選手が下っていく姿と今度登っていく姿、どちらも見れるというポイントになりますので、西日本ロードクラシック、この播磨中央公園で、いやもう来年は応援したいとか、違うレースの時応援しに行きたいな、見に行きたいなという方はぜひこのポイントで見てほしいと思います。だいたい残り3キロ地点の手前ぐらいですかね、ちょうど橋がかかっているポイントありますので、チェックしてみてください。さあ、独走状態の木下ゆりなが先頭。サイクルフェスの方もとても今日にぎわっていたんですけれども、もう落ち着いてますね。ステージはこの後の表彰式を待つというような形でしょうか。さあ、その間に Y1 大谷聖太がコントロールラインを通過、8周目に入っています。先頭の川家リフトは2分20秒のタイムギャップです。この後サイクルフェスのステージでは、今行われている J ユースツアー、そしてフェミニンカテゴリーの表彰式を待つだけとなりました。5時から表彰式が行われる予定です。その前にはですね、ワンダフルプリキュアショー、また写真撮影会、レジェンド仮面ライダーショー、写真撮影会なども本日行われていましたので、多くのお子さんたちもお越しいただいていました。かなり表彰式もにぎわってたんですね。ここまで多くの方にこのサイクルロードレースの魅力お届けできていると嬉しいです。まあ、この自転車に力を入れてくれています加藤氏、そして兵庫県西日本ロードクラシックにも多くのご協力をいただいております。今行われている選手たちの表彰式の際にも、また兵庫県賞、加藤市賞ということで、それぞれ副賞を用意してくださいました。ありがとうございます。どんなものがもらえるのか、また後ほどご紹介させていただきたいと思いますよ。多分紹介している間に木下選手がホームストレートに現れるはずです。先に木下選手の登場を待ちましょうか。さあ、現在7周目です。ここで通過していきます。1名独走、そのまま行く。表情はそこまで変わってません。さあ、残り2周回となりました。残り2周回、そのまま逃げていきます。さあ、そこに続いて Y1 の三上翔吾が行く。トップとは4分50秒、4分50秒のタイムギャップです。 Y1 の先頭は川家リーフ、ボンシャンス、 ACA、 今回オープン参加となっています。表彰対象となるのは登録選手となりますので、今2番手の大谷聖太が現在バーチャルリーダー、
先頭ということになりまして、その後ろ三上翔吾3番手で通過していきましたが、表彰対象だと2位のポジションになります。大谷誠太と三上翔吾のタイムギャップは2分30秒、そしてトップを走る川家リーフと三上翔吾のタイムギャップは4分50秒というところです。さあそしてフェミニンカテゴリー川口うららはちょっとこれきつそうですね。上り区間、いやそうわかります、歩いてもここきついんです。私は後ろ向きで歩きました。結構これきついですよ本当に。1キロ過ぎたあたりからですね、残り300ぐらいまでぐっと登っていきます。ここを現在途半中なのが川口うらら。バックストレートにはこの川口うららとその後ろ鈴木由加子の後ろに続いている3名が今通過していきました。もうかなりタイム差開きましたね、この女子選手たちも。さらにこの3人の前には先ほど一緒にコントロールラインを通過していたY1 のトップ川家リーフの姿もありました。バックストレートいつの間にか過ぎていました。このあとホームストレートに入ってくるというのが川口うらら。現在フェミニンカテゴリーの2番手を走っています。さあ川口うららがここで通過、8周目に入っていきました。タイムギャップ、ああまた開いて2分54秒です。いや強いなこれ、どんどん引き離していきますよ木下ゆりな選手。川口選手と2分54秒のタイムギャップですか。かなりこれ全日本に向けて仕上がってきましたね。今年は皆さんオリンピックイヤーって今覚えてました？忘れてませんでした？女子の選手ももちろん派遣ありますよね。ここで誰が選ばれるのか、それは全日本選手権かなり大事になりそうな気がしますが、どうでしょう。でもどっちにしろ、まあ、国内のトップを決める全日本選手権ここ取っていきたいという思いは女子選手みんなあると思います。コース的にも日本 CSC 結構木下選手得意なんじゃないかなというような予想もできるんでしょうけど、どうでしょうかね。さあバックストレートはリーダージャージが通過していきましたね。大谷誠太選手、Y1 の選手、アウトドアライフレーシングが今通過していきました。またこれボンシャンス AC8 との川家リーフ選手とのタイムギャップも開いたかもしれません。コントロールライン通過時では2分20秒だったんですけれども、もう少し開いたかなというところ。 Y1 もみんなバラバラです。さあ時刻はもう4時を回っています。現在3番手の三黒鈴木由加子が途半入ってくる。さあチームメイトのサポートを受けながら、声援を受けながら鈴木由加子が途半登っていきます。さあまだまだ踏んでいく。
この後コントロールライン通過時には残り2周回に入っていきますが、もうすでに木下ゆりだはバックストレートを過ぎていった。いやー早い、圧巻の走りを見せています。ちょっと今日小林あかり選手がいたらどうなったのかなっていうね、そんな感じもしますけれども、独走状態のこの木下ゆりな、そして3番手鈴木由香子とのタイムギャップは6分11秒、ぐん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 開いていきます。6分11秒のタイムギャップ。さあ川口うらら選手もそろそろバックストレートこの後現れるかなというところです。木下ゆりな選手とは3分もないぐらいかな、でもそれぐらいの差がありました。あ、ここで5キロですか。川口うらら選手ももっとこれ差開きましたね。残り5キロ地点を今川口うらら選手が通過していますので、もう2キロぐらい差ついてますよ。木下選手と川口選手だいたい距離でいうと2キロぐらい開いている、そんな状況です。そしてもう下り区間に入っていますので、かなりスピードアップしています。さあそして川口うららもこの前追っていくんですけれども、なかなかその差が縮まらない。これ一人で踏んでる時って何考えてるんでしょうね。ちょっと聞いてみたいですね、何考えたのか。まだ距離ありますからね。あと、まあ、10キロぐらいですか。あたおかロングライダースからしたら10キロはもう全然あたおかじゃない距離、短距離ぐらいに感じるんじゃないですかね。これは残り周回数、しかも独走、これだけのタイムギャップを持って余裕があります。サイクリングをしてもいいんじゃないかぐらいな、いやそれは言い過ぎです。はい、でもそれぐらいの余裕があるという形。さあそして Y1 はここで川家リーフが9周目に入っていきました。残り2周回となります。残り2周回ボンシャンス ACA オープン参加です。まあボンシャンスといえば福島さんおなじみですけれども、レジェンド福島さんのチーム、あの柿を作ってるんですよ、干し柿とかね、柿を作ってて干し柿もうボンシャンスで販売をしてるんです。まあちょっと今シーズン過ぎてしまいましたけれども、ものすごく美味しいですので、ぜひボンシャンスの柿も皆さん召し上がってみてください。さあそしてフェミニンの選手3選手が通過していきます。先頭と9分23秒。バルバレーシングクラブ越前野添春菜、ミルキーウェイ和歌山、伊藤明日美、そして片瀬コンパニオ藤井美希のこの3名はパックになって先頭と9分23秒。もうこれ後ろ木下ゆりな来ますよ。まあもうちょっとかかるかな、残り1キロ手前ですからね。あっという間にやってきます。さあそして Y1 のこのあと2番手につけていた大谷聖太が先ほどは川家リーフと2分20秒の差でしたけれども、次ホームストレート大谷聖太現れるか。
さあ今日のこの最後のレース、2時30分にスタートしたのが Y1、Y2 の2つのカテゴリー、2時33分にスタートしたのがフェミニンカテゴリーとなりました。まだその時には気温も高くて、いやまだ暑いな、 J プロツアー終わりたてほやほやしているような形でしたけれども、だいぶ日も傾いてきました。涼しくもなってきましたね。なんだかこう夕方の模様になってきております。そんな中で残り2周回となります。大谷選手がここで通過、残り2周回に入っていきました。大谷セーターアウトドアライフレーシングです。川家リーフとまたちょっと秒数開きましたね。3分3秒のタイムギャップ、40秒ぐらいここで開きました。そう、8周目がですね、川家リーフ13分01秒で走っていたんですが、大谷聖太は13分44秒でした。さあその間に今度はフェミニンカテゴリー、木下ゆりながラストラップに入っていきます。あと1周回、残り 7.2 キロとなりました。いや力ありますね。これ木下ゆりな、そのまま前の Y1 大谷選手も飲み込んでいくじゃないですか、この勢いは。いやそしてこの時間でも映像どうぞ皆さんご覧ください。藤井電工サイクルランドめちゃくちゃ混み合っております。お子さんから大人の方まで楽しんでいただける場所で、まあ、面白自転車などがあるそうなんです。ここで楽しみながらレース観戦もできる。ほらほらこのスピードの違い、上空映像からご覧ください。 F1 レーサーかと思うようなスピードで通り過ぎていくのが木下選手です。いやでも面白そうですよね、この富士電工サイクルランド。家族連れでにぎわっております。さあそのまま行きますよ。木下ゆりなから次の川口うららまでのタイムギャップ、またここも開いていそうだ。まだホームストレート、川口うららの姿は見えません。まあ先ほどで言うと距離的には2キロほど離れていましたので、もしかしたら5キロポイントあたりに、残り5キロあたりに木下選手が来ると、川口選手がホームストレートに現れるぐらいの距離になってますかね。もう少し開いてるか。川口選手もきつそうだ。さあこのロードレースでもまだまだやっていきたい川口うらら。踏んでいきます。川口選手ももちろんポテンシャルはありますよね。力はある選手です。あのビワセカップでも9ステージ目ですか、勝利もありました。ちゃんとステージ勝利ももたらしていった川口うらら、この国内 J フェミニンツアーでも現在2番目を走っています。まあ、選手というのは得意なコースというのもありますからね。それぞれ選手の客室によってまたそれが変わってきます。アップダウンが多いとか上りが多いところ、ヒルクライムレースが得意な選手の方が、まあ、そのクライマーという選手の方が得意だったりですとか、もっと平坦で
距離が短いところはスプリンターが得意だったりとかね、それぞれ選手の客室によっても変わってきますので、今日はこのコースやっぱり木下選手が、まあ、もちろん実力はあるものの得意なコースということでしょうか。川口うらら選手がホームストレート、ラストラップに入ります。残り1周、木下ゆりなとは4分6秒のタイムギャップです。おっと、その間に木下ゆりなはどこへ行っている。あ、この富士電工サイクルランド横を通過する選手とまたすれ違うようなポイントに入ってきましたね。もうバックストレートこの後来ますよ、もう少しで。いや、またタイム差開きましたね。もう残り5キロポイントは過ぎていました。木下ゆりな開けたところに入ってきています。あ、そして前にいた大谷聖太選手、 Y1 の選手と一緒になっていますかね。大体同じ場所に入ってきているということです。さあ、コントロールライン残り2周回、残り2周回なのが Y1 三上翔吾選手、あと2周回です。先頭とは9分4秒のタイムギャップ。そしてバックストレート、木下選手の姿があります。木下選手はもうこれはフィニッシュまで無事に走り抜ければというところ。そしてその後ろ U17 のリーダー J ユースリーダーの大谷聖太がバックストレート通過していきました。いやー、これそれぞれが本当に辛いコース、このなんていうんですか、レースになっていますよね。こんなにバラッバラになるレースも久しぶりな気がします。さあ、先頭はもう何もなければ、もうこれは木下ゆりなが取っていくというところで、まあ、今コース上にいるのは F フェミニンカテゴリーと、そして、弱虫ペダルプレゼンツ J ユースツアーの Y1 の選手、17歳未満の選手ということで、15歳と16歳の選手が参加できるカテゴリーなんですが、この2つのカテゴリーの選手たちがコース上にいるというような形です。そして今先頭をそれぞれ走っているのが、 F が木下ゆりな選手、 Y がボンシャンス ACA の川家リーフ選手です。Y1 については残り2周回という形で今のラップに入っていきました。 F についてはこれが最終ラップ、次コントロールライン通過時はもうフィニッシュということになります。ガチンコサイクル TV 映し出されているのが木下ゆりな選手です。現在先頭、 F で言うともうこの最終ラップに入っているのが木下ゆりな選手と川口うらら選手の2名なんですね。この後はミブロの鈴木ゆか子選手が来るかと思いますけれども、その後方の選手ラストラップ入っていけるかな。野添春奈選手、伊藤明日美選手、藤井美希選手までが現在コース上。さあ、ここで鈴木ゆか子選手がラストラップに入っていきました。3番手、先頭とは8分24秒のタイムギャップで通過。まあ、そうなると木下ゆりなはあと4分ほどでフィニッシュを遂げます。
変わってユースです。 Y1 の選手でいうと今コース上は3名ですね。5名の出走だったんですけれども、この残り2周回入っていたメンバーは3名となりました。オープン参加の川家リーフ、そこから3分後に大谷セーター、アウトドアライフレーシング、先頭から9分4秒でコラッチョ、川西、 U19 の三上翔吾、この状況です。ということは 7.2 キロのコース上に今いる選手は9名ということになります。合わせて9名。その Y1 のトップを走る川家リーフが今最終ラップに入っていきました。残り 7.2 キロ、ボンシャンス ACA 川家リーフが最終ラップに入っていく。次のフィニッシュは木下ゆりな、次コントロールラインのところに現れる、ホームストレートに現れるのもこの木下ゆりなですよね。いやでもその前に最終ラップに入る3人パックがいるかも。野添春菜、伊藤明日美、藤井美希がいるはずなんですが、ここは木下ゆりなラップしないかな、どうだ。あー、ここで野添春菜が3人のパックからドロップ。伊藤明日美、藤井美希、この2人がフィードゾーンの前にいるような状況です。わー、これ木下選手からももしかしたら前の姿、あー見えてますね。野添春菜選手の姿捉えていました。もう一周ラップする、そんなところまで来ています。どうだ、木下選手がこれは速いぞ。途半区間登ってフィニッシュに向かってきている。腰を上げてダンシング、加速だ、ペースを上げました。もう最終ラップ、得意の上りヒルクライム、やっぱり上り速い。さあそしてその前に最終ラップに入っていくのが605番の伊藤明日美、その後ろに610番の藤井美希が最終ラップに入っていった。そして野添春菜、その後ろにはもう木下ゆりながラップ、トップで帰ってきます。大きな拍手を、圧倒的な強さを見せました木下ゆりな。今日のレーストップに加えリーダージャージも守り抜きました。またポイント差広げていきましたね。ベルマーレレーシングチーム、木下ゆりながトップでフィニッシュとなりました。さあそして続いてフィニッシュとなるのが川口うらら、これは残り3キロを過ぎた下りに入ってきてますね。あ、そしてもう上りですか、いやまだ時間あるぞ。さあ川口うららが2番手でフィニッシュを迎えます。フェミニンカテゴリー、さあ川口うららが今これは登ってる、いやのまだここから下りですかね。残り2キロを間もなく超える。あ、さあここ残り、あ、2キロポイントですね。あと残り2キロポイントに今2番手の川口うららが入ってきました。ありがとうございます、ガチンコサイクル TV の皆さん。
何キロ地点か映してくれました。さあそして Y の現在2番手、そして登録選手ではトップを走っています大谷聖太がラストラップにここで入っていきました。ボンシャンスの川木リーフとは4分18秒のタイムギャップ。もう一人この Y は三上翔吾がラストラップにこの後入っていくと思います。さあそしてフェミニンの後方3人のパックになっていたメンバーももうバラバラになっているということですね。先ほどコントロールライン通過時にもちょっとばらけていました。女子はこれもうそれぞれ短期ですよ。木下選手がフィニッシュして、次は川口うらら選手が来て、鈴木由香子選手、そして伊藤明日美選手、藤井美希選手、野添春菜選手の順番でそれぞれバラバラ。さあそして川口うららは残り1キロ地点に入ってきます。今バックストレートミブロの鈴木由香子が通過していきました。川口うららともこの差です。ここも2キロぐらいは開いてます。それぞれが1人、もうここまで来ると自分の限界に挑むしかありません。まあ、J フェミニンツアーとしては、いつも参加しているわけではないんですけれども、スポットで参加できますよ。 JBCF そして JCF 臨時登録をしてJBCF のレース出てみませんかというオープン参加の募集を行っています。今回もこの西日本ロードクラシックオープン参加の募集をフェミニンカテゴリー行っていたんですけれども、そこに申し込んできてくれたのがこのチームタツノの川口うらら選手です。 JBCF 登録はないものの力がある選手ですので、知っているという方も多くいらっしゃるかと思いますし、この活躍もこれまで見てきたかと思います。そして女子選手でいうとこの国内でも注目していきたい選手の一人であることに間違いはありません。川口うらら途半区間フィードゾーン横を通過していきます。あと残り400ほどでしょうか。残り300地点までは登っていきます。さあ川口うららがこの後ホームストレートに入ってくる下りに入ります。ぜひ女子選手の皆さん、フェミニンカテゴリーオープン参加募集しているところもありますので、JBCF 登録したいんだけどまずは試しに出てみたいという方、オープン参加ぜひご参加ください。さあ川口うららホームストレートです。2番手でのフィニッシュということになります。さあしっかり完走を走り抜きました。今後のレースも期待していきましょう。皆さん注目お願いします。そして次はミブロの鈴木由香子選手がフェミニンカテゴリーはフィニッシュするということになります。さあそれぞれ女子の選手がバックストレートを1人ずつ通過していきますね。そして Y1 の3番手三上翔吾の姿がまだ見えません。
コース上はワイワの選手3名だったんですけれども、その三上翔吾の姿がまだ見えない。そろそろ見たいところですが、どこにいるか、どのあたりだ。さあ上空からの映像、ガチンコサイクル TV ご覧いただいています。播磨中央公園上空からのですね、ドローン映像を見ていると緑が多い、そんなイメージを持たれていた方今までいたかと思いますけれども、現地に来ている皆さんはね、もちろんご存知ですが、そう、もうすぐ隣に街が広がっています。加東市、私もちょっともう少しゆっくり観光できたいなと思う場所です。まあ今ねユースのレースも行われていますので、今言う場所じゃないかもしれないんですけれども、ぜひ地酒をお土産に買っていただきたい山田錦のふるさとです。まあ全国の酒蔵が求めるこの加東市のクオリティ、山田錦を使ったお酒ってたくさん聞いたことあるかと思うんですけれども、この加東市の中でも唯一の酒蔵、神結び酒造、この酒造でのお酒ぜひ手にされてみてください。選手への副賞でもこちらご用意いただきました。ありがとうございます。加東市の皆さん、そして兵庫県の皆さんにたくさんの副賞をいただいてたんですけれども、その中にもこのお酒ありましたね。あと陶芸も有名だったりとか、特産品として釣りの針も9割がこの加東市で作られているということで、釣りもおすすめだそうですよ。あ、今回あのニュートラルカーで島野さんが入ってますけども、これ自転車とこれ釣り押し出していくにも加東市ぴったりです。さあこの後フィニッシュ地点見えてくるのはどの選手でしょうか。さあトハンク間今登っているのはこれは F の選手ですね。3番手が鈴木由加子です。でこの3番手の鈴木由加子を抜かして前に出てきたのが Y1 のトップを走る川家リーフ、ボンシャス ACA の川家リーフが先にフィニッシュを遂げるということになりそうです。F の3位の前にまずはワイワの選手がフィニッシュをこの後遂げます。いやー、それにしてもこの川家リーフも今回オープン参加ということで参戦してくれていますが、力強いですね。いいペースで登っていて、大谷聖太選手、この U17 のリーダーとも4分18秒の差を最終ラップに入るときにつけていました。で、その前に最終ラップに入っていきます三上翔吾、ここに姿がありました。そしてその後ろすぐに川家リーフがフィニッシュ。さあ三上翔吾が最終ラップに入っていったその直後、ボンチャス ACA の川家リーフがトップでフィニッシュとなりました。そして3位で入ったのがこちらはフェミニンです、ミブロの鈴木由加子。まあオープン参加も含めて3位とはなりますが、今回のリザルト表彰対象はオープン参加を除くということになりますので、表彰台の2番目のところ2位のところに立つことになります。鈴木由加子がフィニッシュ。さあそしてこのあと
Y の選手で言うと大谷聖太がフィニッシュを遂げます。そしてフェミニンの4番手フィニッシュになるのがミルキーウェイ和歌山伊藤あすみですね。その後ろをすぐに藤井美希が来ています。伊藤あすみ、藤井美希の順番で途半区間登っているところ、今回は多くの皆さんにサイクルフェスト、そしてこの西日本ロードクラシック遊びに来ていただきたいということで、朝の9時から6時までシャトルバスの運行というのもしてくれていました。加東市の皆さんありがとうございます。滝野駅、北川ロータリー、そして第4駐車場、サイクルステーションということで、それぞれ回ってくれるシャトルバスの運行もありました。え、そんなのあったの？気づいた方、そうなんです。なので滝野駅まで電車で来ていただければ、この会場までですね、足がないなという方でもシャトルバスを使って応援に来ることができたんです。ぜひ来年は加東市のホームページなどもチェックしていただいて、うまくシャトルバスなどを利用していただきながら会場にぜひ足を運んでください。さあ続いての選手入ってきます。ミルキーウェイ和歌山伊藤あすみ、605番ゼッケン、ここでフィニッシュとなります。表彰台3位に上がります。そしてその後ろにはこの後片瀬コンパニオの藤井美希選手が入ってきます。さあもうフィニッシュ、610番ゼッケン藤井美希、全体では5番手、そしてこの JBCF 登録選手では4位でのフィニッシュです。続いてバルバレーシングクラブ越前の野添春奈、ここでフィニッシュ。これでフェミニンカテゴリーは全選手フィニッシュということになりました。改めて暫定のリザルトをお伝えしていきたいと思います。まあ暫定といってもこの選手は優勝確定でいいんじゃないでしょうか。ベルマーレレーシングチームの木下ゆりな、圧倒的な走りを見せましたね。木下ゆりな選手トップでフィニッシュとなりました。そしてオープン参加チームたちの川口うららが2着、3番手3位フィニッシュとなったのがミブロの鈴木由加子、4位フィニッシュはミルキーウェイ和歌山の伊藤あすみ、そして片瀬コンパーニョの藤井美希が5位でのフィニッシュ、さらに6位でフィニッシュとなったのがバルバレーシングクラブ越前の野添春奈ということになりました。これはオープンも含めた順位となりますので、表彰対象はオープンを除いたトップ3です。木下ゆりな、鈴木由加子、伊藤あすみということがありますが、正式リザルト発表次第改めてここは表彰対象を確認させていただきます。さあこの後競技規則なども加味しながらリザルトをチェックさせていただいて、表彰対象決まり次第再度発表させていただきます。まあ、今の暫定でいうとこのトップ3かなというところなんですが、どうでしょうか、確認していきたいと思います。
さあここまでガチンコサイクル TV 配信をお送りしてきました。第58回西日本ロードクラシック Day1 Day2、 昨日に引き続き2日間ご覧いただいた皆さん大変ありがとうございます。まあ、レースも楽しんでいただきましたけれども、これで加藤氏にもちょっと来てみたいなと思った方いらっしゃるかもしれません。ぜひ皆さんもこのサイクルコース走ってみてはいかがでしょうか。さあということで、ここまでの配信実況を担当させていただきましたのはスポーツ MC チームリアルからシンジとのぞみがお送りさせていただきました。ご覧いただいた皆さんありがとうございました。